はい、それでは今回は、こちら GoPro ヒーローセッションです。今カバーに入れてるんですけども、ちょっと外しますね。カバーを外すと、こういうキューブ状のやつですね。で、これがキャップです。で、こんな感じです。で、これをまあ普段使っていますけれども、手ブレ補正、をですね、まあ、これ自体はそういう機能はついていないので、まあ、スタビライザーを使ったりとかしてやってるんですけども、例えばですが、この前動画でも少し紹介しましたけども、このようなスタビライザーをですね、まあ、これにケースをつけて、で、この穴に留めて、まあ、こういう感じで、まあ、やるようなことで、まあ、それなりの効果はあるんですけども、やはり限界があるということで、今回はジンバルをですね、購入しましたということです。これが届きました。中国から直接届きました。ですね、注文をしましたのがですね、4月、今日はですね、4月の29日なんですけど、注文しましたのが4月の19日ですから、これ中国から届いてますけども、まあ、10日間で届きましたということで、まあ、予想外に早かったなということです。で、値段はですね、24,083円で、購入しています。Amazon とかではかなりもっと高い値段で出ていますね。それでは早速ちょっと開封していきましょう。すごく頑丈に留められています。こちらです。まあ、有名な、フェイユテックのですね、WGS、三軸のジンバルです。三軸のウェアラブルジンバルということになってます。こうですね。はい、ちょっとほんまに新品なんかって感じもありますが、行きましょう。はい、改めてです。GoPro ヒーローセッション用ということになっています。ここに書いてますね。Compatible with GoPro Hero 4 Session というようになっています。5が出ましたけどもね、それにもいけるんじゃないかという話も出てますが、まあ、じゃあとりあえず開けてみましょう。からでして、FYFAU ですね。持ち運べるようなカバンタイプになってます。で、早速順番に見ていきますね。まず本体がこれです。それなりに大きいですが、ここに留めるような感じなんでしょうね。これ本体からこれがバッテリーが2つ、2本ついています。確か、2本で、いけるはずなので、これは予備ということになると思います。それからこちらは充電ですね。こちらは、
充電なんですけども、で今こちらの方を開けますと、ちょっと他に入ってるもの、ワランティーカード、あ、それから説明書も一応入ってますね。これは中国語です。でこちらが英語の説明書も一応入ってます。他のウェブの方からのイベントダウンロードして英語版のやつをね、まあ、一応読んでますので、同じものが入ってました。で、あとは、ちょっと待ってくださいね。これはだから、GoPro 用のアタッチメントなので、おそらく、どっかね。あ、ここか。こんな感じで止めて、GoPro 用のやつとつなげるみたいな話でしょう。あ、これを止めるネジとかですね。はい、細かなネジもたくさん入ってます。で、あとは、これは USB で、これはマイクロ USB のような気がしますね。ということは、充電はマイクロ USB かな。これ、あ、そうですね。ミニ USB ではなくてマイクロ USB です。で、あとはさまざまな GoPro 用のやつですね、まあ、おなじみのやつですね、ヘルメットとかにつけるやつですね、が入っています。はい、こちらはですね、USB のメスとオスになっていますけれども、確かですね、アップデート、ファームウェアのアップデートをするときに、こちらを活用するものをだと思います。なのでこれ、あ、ここですね、ここ、これはマイクロ USB かな、あ、マイクロ USB ですね。マイクロ USB ここに挿して、でこれを、これにかますような形で、PC につないで、アップデートするみたいな、そういうものだと思います。以上、まあ、細かなものがいろいろと付属していまして、まあ、こうしたさまざまなものが、入っていますということで、まずはとりあえず、GoPro Hero セッションをつかないといけないのですが、これはおそらく、これはまず電池だ。ですね、これがこう穴になってて、こう外れます。でここに、充電池、はい、この充電池ですが、こうですね、ちょっとこれが結構よく動くので邪魔ですが、電池をセットします。で、こう止めて、しょ。あ、で、これで止めるんですね。これで一応、充電池はセット。で、GoPro Hero を止めるのはですね、確かに、これか。これがついてます。で、これが、ここがですね、撮影開始のボタンなので、こういう感じではめるはずですね。で、さっきのレンズキャップがあるから、一応レンズキャップはめても大丈夫なぐらい、これぐらいかな。で、これが
この穴だ。この穴とこの穴でこう接続するっていうことなんですけど、どっち向きがいいのかなということ、このイメージからいくとこうなるからこうですね。ただこれ止めるとですね、ここが開かなくなるから充電しながらの撮影ができない。ヒーローセッションこうなってますので、ここでモバイルバッテリーなんかをですね充電しながら撮影するというケースがありますから、逆にこれになんか引っかからないようになるのが一番いいんですけどね。どうなんかな。でもどっちにしても引っかかりますよね。止めるわけですから、だからジンバルをやってる時は充電しながらの撮影はできないというふうに考えた方がいいのかも分かりません。まあとりあえずはまたおいおいということで、まずは止めてみましょう。これでいきますね。では、ジンバル使うということは基本的にはその外で歩くということですから、まあその充電しながらはねそんなに外を歩くことはないと思うので、はい、とりあえず取り付けはできました。こんな感じです。まあこれは今電源入ってませんからもうブランブランですが、こういう感じになると。でここでまあボタンを押すという感じですかね。はい、もうちょっと前の方がいいかな。まあてな感じです。で、後ろですけども、後ろにこれはつ1つはここですね。でこれはこう止まる、さっき小さなネジとかありますから、こう止めてここに GoPro のやつをつなげる。それからここにも、これ止めて GoPro の、いろんなやつをつなげるみたいな感じができるということですね。まあそれはさておき、とりあえずはでもやっぱり、どうしましょう。まずはやっぱり電源入れてみないといけないですよね。はい、では装着が終わりまして、まあブラブラしてますが、ではとりあえず電源、これですね、白いボタンを押してみますね。長押し、おっ、シャキッとした、シャキッとした。まず最初はこれがですねパンモードのはずなんですよね。だから横はこうこのまま動くけど、上下はこうね、こうちゃんとコントロールされてますよね。傾きこうですね。はい、2回押す。横こうついてきますね。上下もついてくるということです。これがパン&チルドモードということですね。はい、さっきのパンモードは横の動きがついてくるけど、上下と傾きはコントロールされると。で今のパン&チルドモードは上下左右の動きについてきますけど、傾きはコントロールされると。で3押し、これひっくり返りましたね。これはもうずっと正面を向いたままコントロールされるという
ことになりますね。はい、まあ、一応3つのモードがあるということなんで、でですね、ではちょっと実際につけてみましょうか。はい、これはよく使ってるやつなんですけど、これがペタッとですね、こう吸盤になってるやつです。で、こちらは GoPro ではなくて止めるやつ、これ入るのかな、なんかきつそう、ちょっと止めてみますね。あ、でもいけますね。これ今ちょっと手もします。あ、こういう感じになるんですね。こういう感じになるんですね。やっぱスタビライザーとは全然違いますよね。まあいい感じです。なんかいい感じの雰囲気が出てます。で、まあ固定するときはちょっとジンバルの方を取って従来通りっていう感じですかね。はい、まあこんな感じでとりあえずは使えますということで、とりあえずは開封とそれからセットアップまで行いました。はい、では外に出てみました。左側が、何もなし、単にミニ三脚をつけて手で持って歩いています。右側は今回のフェイユーの三軸ジンバルをつけています。パンモードです。同じように歩いていますけれども、もう一目瞭然です。手ブレ、左側は手ブレブレブレですけれども、右側はまあヌルヌルとした画像になっていると思います。まあ、以上のようにかなりも明確に差が出るので、やはりジンバルの効果は非常に大きいなというふうに思います。まあ、以上フェイユーの、WGS 三軸の、ウェアラブルジンバル、GoPro ヒーロー4セッション対応のものを、開封からセットアップ、そして、実際の撮影動画の紹介をさせていただきました。またこれを使っていろいろ動画撮影してみたいと思います。それでは。